はい、ハノイリビングの田口です。今ね、私がいますのはファンケービン通りです。ファンケービン通り、これまっすぐ向こうに行ったらリンラン通りですよね。はい、逆にずっとまっすぐ向こうに行くと、外周道路というか、はい、広い通りに出て、ニャッタン橋を越えていくボーチーコン道路につながると、この道ですよね。はい、もう皆さんご存知で、はい、このね、ファンケービン通りからちょっと一本この中にね、路地に入った先にある店舗をご紹介します。もうね、この辺もね、オレンジっていうガールズバーとか、これも最近会話っていうのができて、ね、なんかね、いろんな店がここリニューアルしてますけど、この先なんですよ。はい、何屋さんが向いてるかちょっと考えてみてください。100平米の、スペースで、で、1階です。サービスアパートの1階です。もちろん飲食店 OK です。飲食 OK。 今ちょっとね、周りの外交とかをやってるところなんで、まあちょっとうるさいですけど、このここですね、オーナーさんが変わったんですよね。ルビーハウスっていうオーナーさんにね、それまではこのここのパルモさんっていうね、アパートの名前だったんですけど、パルモ1、2ってあったんですけど、この1の方をルビーハウスさん、もう達者でね、ベトナムでいろんなところでハノイでもやってるサービスアパート業をやってらっしゃる、はい、アパート管理会社なんですけど、そこがここを運営していると。で、1階部分、今まではガラーンというね、こんななんか受付レセプションだったんですけど、これもったいないんで、入り口がこの四方にこれあるんでね、角地に立ってるわけですから、はい、ちょうどね、ここはアパートの入り口にしようと。で、まっすぐ行くと、これエレベーターがあって部屋に上がっていけるので、ちょうどね、ラインはこの壁、この壁の下、はい、この壁からこちら側はアパートのエントランスですね。で、このラインからこちら側、はい、この2方にスカーッと開いてる、これ今閉めてるから、はい、こんな感じですけどもね、はい、これ両方開けれます。はい、このスペースと、ちょっとここに今ランドリースペースとしてね、なんか物置みたいな汚い倉庫になってるんですけど、これも全部使っていただいて結構、なんだったらこの壁とかこれな、ね、取っ払っても結構ですと。はい、L 字型になるっていうのかな、このエリア、はい、こちらも開口部、こちらも開口部、こちらも開口部で、でここ角地なんですよね。何遍も言いますが、角です。で、これ今シャッター閉まってるけど、これも開けても結構ですよと。で、間口、ここから間口がね、ここからでずーっと歩いてこの橋まで、これ全部間口です。間口で、もうちょっと言ったらこの通りのここから角なんで、ここまでずーっと今工事してますけど、このシャッター閉めてますけど、ここまでなんですよ。ここまで分かりますかね。1階サービスアパートの1階です。はい、そこはもうすぐそこはファンケービン通り、分かりますかね。ファンケービン通り、通り沿いだったらちょっと高いですよね。だけど一歩中に入るんで、100平米の1階の面積があるにもかかわらず、まあまあ、はい、もちろん2000ドルは切ります。1700とかも、まあ、交渉によっては、はい、もうちょっと下げてくれという交渉はできるので、はい、どうでしょう。この100平米のまとまった広さがありますが、このワンフロア100平米で何か商売をこのファンケービン林南エリアでやりたいという方、はい、まあ、今出てきた話なんで、とうってつけの、まあ、エリアじゃないかなと。もちろん林南通り沿い、ファンケービン通り沿いではありません。沿いだったらね、もう確実に2500以上はしますが、はい、中にこう入ってる分だけ安くなるということです。はい、飲食店も OK だと言ってます。はい、ルビーハウスのオーナーさんですから、まあ達者ですね。何回も僕らもルビーのアパートにはお客様をご紹介してるんですけど、まあまあとてもね、はい、真面目にやってくれるオーナーですから、安心しておすすめできます。はい、このラインから向こうです。はい、左側と正面は開口部開いてて、で右側のこの倉庫のようになっている、まあ、窓口のこの壁も取っ払っても OK、はい、ドーンと、はい、でここはなんか、まあそうですね、ちょっと守衛さんのベッドルームというか、これも取っ払って、これも倉庫も取っ払って、はい、ここはお手洗いですかね、はい、こういうものを全部きれいにしてね、はい、ちょっとこう長靴のような形は
しますけど、はい、この店舗物件ですね、はい、どうでしょうか。ピンとくる方はお問い合わせをしてください。以上でレポート終わります。